よし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 。はあ、はあ、はあ、はあ。湧き水。ああ、かしこまりました。かしこまりました。とにかくお墓に行けですね。かしこまりました。かしこまりました。もう本当に出てこないでほしい。出てこないでほしいし、もう体力ないし、体力ないし、うわあ、まだでもこっちめっちゃ行かなきゃいけないんだよね。ここは？ここ、ここ、ここ。何かお待ちしてますみたいな感じだったよね、幽霊小屋。こわこわこわ、喋る。えひひ、この地方にあったイカアナ王国は血塗られた闇の歴史を持ち、今もこのように恨みや未練を持った魂が集まりしところ。ここにいる奴らは自分より強いものを求め未練を残して死んでいった魂の塊。今のお前さんでは無理だが、疲れを取って腕に自信がついたら、このさまよえる魂を作ってやっておくれ。えひひひ。かしこまりました。今ではないということがわかり、続いてこっちかな？こっちかな？なるべく出てきてほしくないけど、チャットちゃん？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 そうね、そうね、そろそろ出てくるよという、そろそろ出てくるよという、待って、これさ、このお面のせいじゃない？お面なかったら出てこない可能性ある？ちょっとわかんないけど。チェック。隠れ井戸、亡霊出没の隙、立ち入り禁止。今、一旦やめておくべきなんだろうな。ね、立ち入り禁止のところは、多分同じ感じになると信じて、で、こっちは、こっちは、こっち何もない。何もないね、何もないね。ぼよよーの人は変わらずだよね。怖いわー。あと62時間45分です。今のところ、この端まで来れた。わかんないけど、もしかしてさ、さっきのお面のせいじゃないの？ね、あんなにいっぱい、ね、戦わなきゃいけなかったのって。可能性ちょっとある。可能性ちょっとある、ある。そうね、親方様って言ってたもんね。あ、じゃあ外してたらいいんだ。あー、ずっと外してればそれでいいとかがちょっとわかんないけど、まず一回、こうして回復しましょう。回復。回復。で、この辺で出てくるよね。あ、出てこない。出てこないということは、そうだね。お面をかぶってると出てくる。かぶってないと出てこない。よし。それだけちょっと分かっただけでもよし、として、で、一回だけ、ちょっと今、本当はお墓の方に向かいたいんだけれども、一回ちょっとだけ、ここを、マップ繊維に使わせてもらって、今、回復で妖精さんをね、回復させてもらってしまったから、これで、せめて妖精さんを二人連れて行きたいね。だから、ここ飛んできても、お面さえ被っていなければ、安全なんだ。よし。ちょっとだけ希望が見えた。よし。じゃあ、妖精さん。よし。とりあえずよし。あー、じゃあ、次、お墓ね、お墓。お墓行って、歌を探すだね。まずは、お墓。あー、ちょっとやめてほしい。あれに、あ、ちょっと危ない！あー、ちょっと。落ちないようにと思ってたのに、落ちちゃった。危ない、ちょっと、今すごく無防備。危ない。で、今チラッと見えたね。ホラーなってさ、あれのことね、このさ、菊の上というかにもさ、あるじゃない？そっちかなとか思っていたけれども、もしかしてこっちかもしれないというのが今分かったから、まあ、落ちてきたのも、まあ、悪くはなかったとして、ちょっと危ないな。で、おそらくこの姿だったら出てこないね。チャットちゃんは呼んでたけれども出てこなかった。で、
で、お墓を目指す。怖いわー、怖いわ、この人たちー。いやー、まあ、よければ、もうめちゃめちゃ襲、わあ、襲ってくるという感じでもないけど、危ないな。で、ここからってど、落ちるしかないかな？あ、大丈夫。では、ちょっとエコの待っててねー。こっち。お墓の方に、危ない。お墓の方に向かうとします。で、お歌を探さなければいけないけど、何をすればいいのかはちょっとわからないけど、お墓でお歌となると、チェックはできない。出たね、チェック。ガーナの勇敢なる兵士の魂ここに眠る。これってさ、音楽家のっていうお話もあったから、を探せばいいんじゃないかな。音楽家さんのお墓。天使の涙、いざなうメロディー、ここに眠る。だって。じゃあ、ここじゃない。じゃあ、ここな気がするけど、ゼルダシリーズお墓といえば、つかめないね。つかむができないとなると、こうして、構えたら何か出てくる。じゃないね。となると、ここで癒しの歌はどうだろう。左、右、下で、ここにいらっしゃる方の気持ちをこう安らかにさせてあげると、何か起こるかと思ったけれども、違う。一旦別のところ。これ壊れちゃってるのか。これ直してあげたいね。ね。乗っちゃダメ。いやー、割れちゃってるのか。こっちは、この人は？この人は、チェック。さまよえる魂。封じ込める器。ここに眠る。コウモリさんだ。コウモリさんがいるけど、こっちは？傷ついた魂癒すかけらここに眠る。真実の目を持つ者が現れしときかけらは目覚める。なるほど。ということはちょっとコウモリさん嫌だけど、真実の目ということはこうだね。こうして、いやー、ちょっと怖いかな。頑張ろう。どう、これでチェック。そういうわけでもない。こっちは。イカーナの勇敢なる兵士の魂ここに眠る。一旦断平さんのところ。断平さんお話聞ける？断平さんおしゃべり。邪魔すんでね。もうすぐ。おっかねえ幽霊がいっぱい出てくるだ。おめえも襲われないうちに早く家に帰るだ。怖すぎるんだけど、ちょっと、これで何かお話を聞けるとかっていうことでもないのかな。ね、その楽器はみたいなお話になったりだとか、癒しの歌を吹いてみたりだとか、そういうわけでもないかもしれない。嫌なんだけど、おっかねえ人たち来るの。嫌すぎるんだけど。ここってなんだっけ？チェック。そう。戦おうって言うあれだけど、ここでさ、癒しの歌吹いてないよね。ね、多分お試ししてない感じがする。正解っぽい音が鳴ったね。癒しのお歌が正しいかどうかはわからないけれども、ここで、オカリナを奏でるのは正しい可能性がある。どう？
何事もない。ということは曲が違った。曲が違ったということで、それはここにいたらいいの。向こう側どっちだろうね。おっかない幽霊。ちょっと待って、幽霊が出てくるということは、こうの方がいい？癒しの歌できる方がいい？わかんないな。わかんないけど、一旦こうしておこうか。うわー、どっちで何が。嫌すぎるんだけど、怖いんだけど、なるべく怖くない方がいいんだけど、わー！夜ね。あ、危ない！何かいる！大パニック！ちょっと待って、でも、襲ってくる感じじゃない。見て。落ち着いて、私。どう？ほら。なんかこう、あー、ちょくるくる。おーし、仲良くはなれませんか？スタルベビーよ。または、呪われたイカーナ王国の兵士なんだって。どうするってことは、危ない。どうするっていうことは、もしかして癒す？ねえ。こうやって倒さないと、みたいな感じじゃなかったよね、今ね。どうするってチャットちゃんが言ったら、どう何事もないんだけど、こうして、しっかり注目しておいて、こう、これで、どう、あれ間違えた、こう、どう、しっかり注目しておいて、あなたに吹いているよという感じにしたら、どう、そんなこともない。あの人はチャットちゃん、どうするじゃないんだけどな。ここの人とかさ、ここの人がおそらくだと思って、危ない。これ倒していいのかな、本当に倒していいのかな、すごい不安なんだけど。倒していいのこれ。どうなの。いらっしゃる。なんかごめんね。めっちゃ来る。ちょ、本当にこれ倒すじゃないような気がしてしょうがないんだけど。ねえ、何かない？どうするって癒しのお歌以外に思いつかないけど、みんなめっちゃ来る。これ何かしていいの？この炎というか、みんな集まってきちゃった。ちょっと待って、ダンペイさんは、ここって繋がってるよね。ダンペイさん何か言ってくれない？ダンペイさん？ちょっとダンペイさん喋りたい。邪魔すんでね、幽霊いっぱい出てくるんだ。出てきてはいるんだけど、もうすでに出てきてはいるんだけど、これはさ、こっちに向かってるの？どうなの？あの人たち追いかけては来ないね、そして。断平さんは、お家に帰ろうとしている。お家に帰ってからなのかしら。何かしらどうにかして、お歌を知りたいんだけど、なんかまったりしてる。これって、こう？どう？これでどう？これでどう？同じだね。追い添いかかってくる感じ。だね。なんか、いいのこれで。どうしたらいいものやら。あとできるものある？だって。困っちゃったな。ちょっと待って。お歌チェックしてみよう。お歌。時の歌、癒しのお歌、エポナ、フクロウさん、誓いの号令は沼のところの、だね。ボサノバ、ララバイ、目覚めのソナタの方か。沼の方。他に幽霊というと弓
違う？違う？さすがに違う？違うね、違うね。向こうの人に、向こうの人に弓？もうちょっとヒントがないと厳しいかもしれないね。何？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 何の音今の？何の音？ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。